今週はね、火曜日で月火でですね、連休が10連休が続きまして、まあ、7日ですね、5月7日でね、でもから月曜日から始めて、99万8900円ということで、今のとこ、6本、6100円負けてるわけですね。で、これで勝てば5本か4本ですね。で、さや取り気流というかオリジナルのね、5本負けたら投資を開始したらいいんじゃないかということだね。だいたい均等にね、だいたい平均的に稼ぐんで、まあ、1週間やっても3本ぐらい負けとかね、先週はそうでしたね、今週はどうなのかということで試験なんですけども、実際ライブとしては今ぐらいから投資するというのが、5本落ちたら投資するというのがいいんじゃないかということですね。で、5本買ったらね、投資をまた落ちるまで待つという投資方法ですね。また落ちてきて負けそうなんですけども、私はね、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。ちょっとね、自動調理調理器でチャーハン作ってたんで、それを今食べてました。で、食事はまだね、終わってないんです。間にね、こちらの方のね、ゲームね、遊びじゃなくて自分で開発するんで、仕事でやってるんですね、ゲームもね。そんなので、今、お城が13レベルぐらいになったんですけどね。で、こちらをどうですか？負けちゃうかな。難しいとこですけどね。これだと、これで負けると、まあ6本負けですね。8900円だから約100円マイナスだけど。上がってきたけどいいですね。で、間にね、まあゲームの開発というかね、僕、バイナリーオプションで、こう、ゲーム形式で団体でね、バイナリーオプションの業者を僕は、経営してね、運営して、許可をもらってですね、そういうか、こういうような、ゲームね、こうやって他の人の作ってるゲームなんだけど、いろいろね、こう、ゲームでね、こう協力し合ってね、こうね、できるようにということですね。ここに今攻めてるんだけど、これはね、農産物の収穫ですねというようなことで、あ、勝ちましたね。勝ちました。で、まあ今ぐらい落ちたんで、今5000ぐらい負けてるわけですね。まあ4本負けてるわけですね、今週ね。4本ちょっと。4本と250円負けてですね。だから落ち込んだ時に100万ぐらい投資して、で5本で500万稼ぐかというね、落ちた時からね、5本ぐらい落ちた時に5本勝つまでと思ったんだけど、5本落っこったらね、2本だけにしてた方がいいみたいです。2本だけの方がいいんじゃないか、2本か5本どっちにしようかということですね。まあこれちょっと考えてます。だから1回100万投資して2本だったら200万で1週間稼げばいいかなと。だいたい戻るんで、100万1回投資してね。で、5本上がったらまた落ちるまで待つ。というような投資方法。さや取引流でね、独自のバイナリーオプションのね、そういう投資方法がいいんじゃないかということですね。こちらはインジケーターなんですよ。で、そういうことですね。このインジケーターから投資をするということですね。こ
打って立ち上げて、まあ、今んとこ5本も上げてるということですね。どうもありがとうございました。